イーロン・マスクは南アフリカ共和国出身である。イーロン・マスクは非常に活発なツイッターユーザーであり頻繁に発信していた。イーロン・マスクは幼少期からコンピュータープログラミングに興味を持ち、10代で自身のソフトウェア会社を立ち上げている。イーロン・マスクは高校時代にいじめを受けたが起業家として成功している。イーロン・マスクは非常に努力家であり、週80時間以上働くことも珍しくない。イーロン・マスクは多くの時間を工場や研究室で過ごしており、自らハードウェアの設計や開発にも関与している。イーロン・マスクは飛行機や宇宙船のパイロット免許を持っている。イーロン・マスクは映画アイアンマンの主人公のモデルの一部となっている。イーロン・マスクはツイート一つで自社の株を大きく下げたことがある。